はい、今日は入り口の改造計画をやっとすることにした。とりあえずいろいろね、なんか箱とかフレーム写真とかそういうのあるんだけど、とりあえず今持ってるものをできるだけ綺麗にしようと思います。これが before で、アフターどうなってるか見てみましょう。これ覚えてる？みんな前に私のドレッサーのところに置いてあった、日本語でなんていうかわからないけど、こうやって椅子みたいに座れて、ティンが生まれる前に買ったのね。妊娠してた時、妊娠の初め頃で、こうやって開けて収納にもなるじゃん。だけどこのクッションが結構ボロボロになってきたし、これもボロボロだし、これもなので、これってさ、捨てるのもったいないじゃん。なんか結構高いから、なのでとりあえずこれをきれいにしようと思って、このカーテン、こっちの窓と昔の家の窓がサイズが違うから、このカーテン使えないから、なんか短くなるのね、窓がでかいから。こっちだから、これで外カバーしてみたいな。でこのクッション昔ウィッシュにハマってた時に買ったんだけどまだあるので、これを置いてみたいな感じでやろうかなと思って、じゃあとりあえずその作業をやります。いろいろ取って外してみたいな、で綺麗にする予定。うまくいくかどうかわからないけど、とりあえず見てみましょう。じゃあまずはこの椅子、日本語でもオットマンって言うんだよね、多分。なんかググったら出てきたから多分合ってると思うんだけど、とりあえずこれを直すっていうか綺麗にする映像をどうぞ。でなんか最初はやる気あったんだけど、結構長くかかるし、なんか途中から料理しなきゃいけなかったり、子供のおやつとかさ、なんかいろいろやらなきゃいけなくて、結構長くかかって超嫌になって、途中からちょっと適当で大雑把になったけど、まあまあいい感じだったかなって思う。今のところいい感じなんだけど、後ろは後で違う布でカバーするの。これちゃんと貼ってね。これもこのままだったらちょっとアグリーだから、指切った、いつの間にか痛くなかった。今ちょっとだけ痛く感じるけど別に平気。でもなんかいつ切ったのみたいな。とりあえず、いや、ナプキンとセロテープで貼ったバンドエイド使えよってね、洗ってからナプキンとセロテープ貼った。ちゃんと消毒しまして。Anyways、バンドエイドを探すのです。じゃあ次はこいつ、この箱をやります。クッション入れたじゃん中に、だからフラッフィーで、なんかさ、真ん中にボタンみたいにやって、こうやってへこます、なんていうの、タフテッドって何、日本語わからないけど、それやろうかなと思ったけど、これでいいや。いや、簡単になるべくします。私です。とりあえず終わりました。完璧じゃないけど、まあいいかなって。で、ここにつけるやつは、この布とか分厚いから、つけられなくて。だから、まあいいかなって。OK! まあ、こうやって見ると、悪くないでしょう。で、壁につけるから、その
ここにあったやつなくても大丈夫でしょう。 OK、 じゃあここを片付けよう。モップしたい。Thank you. これは前のベッドルームにあったやつなんだけど、もうどこに置くかわからなかったから、ここでいいだろうっていう話で、真ん中に鏡をつけたいです。ゴジラの真似するディーン、気にしないでね。で、このランプなんだけど、この白いやつがなぜか1個がちょっと黄色くなってて、エジェがそれ気に入らなくて、なんか他のライトと合わせたいから違うの買うって言って違うの買ったんだけど、 Yesとりあえずこれもなんか前のランプライトのやつだったんだけど、捨てるのがもったいないから、なんか DIY やりたいと思って、なんかバケツみたいに作れるじゃん、植木入れるやつで、この糸細いのしかないんだけど、太いのだったらもっと早いし可愛いと思うけど、それしかなかったから、とりあえずあるもので作りました。これは IKEA の偽物の植木で、段ボールをこうやって切って貼って、でその上に、砂ちょっとだけ乗せて、でスプレーののりでやるとくっつくじゃん。そしたら見た目がちょっと偽物って感じじゃないじゃん。 Yes、 それをやりました。結構この DIY は気に入った。はい。でこの枕、すっごい古い昔からの枕なんだけど、ペラペラなのね。でこの IKEA のこのカバー可愛いじゃん。でもわざわざ枕買わないでいいやと思って、この持ってる、なんか捨てようと思ってたの、この枕なんだけど、これを使えばいいかなと思って、 IKEA から枕は買わなかったの。カバーだけでこうやって折りたたんで入れちゃえば結構わからない。なのでとりあえずあるものでどうにかしたって感じ。別に普通じゃん見た目で。なんかちょっとスティーマーとかで綺麗にシワ取ればいいって話したけど、もうマジでなんか、これは本当に数日後、もう1週間とか2週間くらい後なんだけど、やっと IKEA 行っていろいろ買ってきたみたいな時で、なんか疲れてたからこの日だからやらなかったので、グレーの方がいいかなと思ってやってみたら、なんかやっぱり黄色、水玉の方がいいなと思って、でこれは植木の入れるやつ、スタンドなんていうの、これは Amazon から買ったんだけど、なんかいろんなところで売ってて流行ってて、なんだけど IKEA は売れ切れてて、だから Amazon から買ったけど、こんな感じでなんか植木もちょっと高いところに置きたいなと思って、 Yes、 なのでそれを買った。これどっち側でもできるんだけど、やっぱり高い方がいいなと思って、後でひっくり返して、高めにした。 Yes、 こんな感じね。はい、じゃあとりあえず入り口はこんな感じで、本当に持ってるものでシンプルに済ましたけど、このオットマンも 100% 気に入ってるってわけじゃないけど、とりあえず今はこんな感じ。これが before、 結構箱とかめちゃくちゃいろいろあって、なんか息苦しい感じ。で after はこんな感じです。明るくてシンプルで、そのライトの白いやつ shades も変えて、
真っ白なやつに変えて、電気も明るめのやつに変えて、でとりあえずシンプルな感じで終わった。なんかすっきりしたって感じ。 Yes, I like it。 で将来的にはこのオットマンを捨てて違うのなんかやろうかなとかって思ってるけど、今のところはこれで十分。 Yes。 じゃあこの改造計画気に入った人はいいねボタンを押してね。次の改造計画はベランダ。 Yes、 楽しみにしてね。じゃあまた今度の動画で会いましょう。 See you next time. Bye.